な、なんて美しい硯なんだ。真っ黒な躯体の奥深くから控えめに漂う紫色の奥ゆかし、これこそ最高級の探検権、美の極みだ。丸みを帯びた滑らかな躯体、これほど質の良い探検権はそう滅多にお目にかかれ、そこに惜しみなく掘り込まれた孔雀の、なんと流麗なことか。そして何よりこの石岩、色といい大きさといい、孔雀の瞳になるべくしてできた石岩ではないか。最高級の探検権にしか現れないという石岩を見事なまでに孔雀に昇華させたのは奇跡としか言いようがない。硯としての完璧な機能と孔雀としての究極の美を合わせ持つ神の作りたまいし唯一無二の造形だよ。